こんにちは、ゆうすけです。ここは東京港区虎ノ門という場所です。地下鉄神谷町という駅の近くで、この辺りは昔は虎ノ門じゃなくて神谷町という地名でした。それが駅の名前として残ってるんですね。この辺りはいろんな国の大使館があります。さっきあっちの方歩いてたらアメリカ大使館って書いてある看板がありました。近くにあるんですよね。行ったことないですけど、確かここにナイジェリア大使館があったと記憶してるんですけど、僕の記憶正しいかな。あ、すごい坂、下り坂です。ああ、ここがナイジェリア大使館です。このナンバープレートは日本であまり見ないんですけど、外交官特権があるナンバープレートです。交通違反をしても逮捕されない特殊なナンバープレートです。そんなのがあるんですよね。すごい下り坂。はい、それじゃあ今日は前回の動画で話したことをさらに詳しく話します。前回の動画で日本人の考え方は日本のことわざが影響してるっていう話をしました。今日それについてもう少し話そうと思います。前回の動画で話したように、日本のことわざは古い日本語が使われています。フレーズを聞いただけでは意味がわからないものもあります。なのでフレーズだけじゃなくてその意味も説明したいと思います。そもそも日本にはことわざがたくさんあって、それを子どもの頃に学校で習います。今日はそれをいくつか紹介します。ことわざは日本人同士の日常会話にはよく出てくるんで、外国人が日本のことわざを知ってると会話が盛り上がりますよ。それじゃあよく聞くことわざ1つ目、脳ある鷹は爪を隠す。これは実力のある人はむやみにそれを誇示しないという意味です。とても日本的な考え方です。実際日本では能力や権力を自慢する人は嫌われる傾向があって、常に謙虚でないと日本社会では受け入れられません。2つ目は、親しき中にも礼儀あり。これは親しい間柄でも礼儀を大切にするべきという意味です。日本人と仲良くなってもなんだか遠慮がちな人が多いのは、これを意識している人が多いからかもしれません。
もう一つ、立つ鳥跡を濁さず。これの意味は、水鳥は飛び立った後でも水が澄んできれいなんで、人も見苦しくないように立ち去るべき。例えば会社を辞めるときに、きれいにして去るのがいいみたいな意味です。もちろん会社員に対してのことわざじゃないんですけど、会社を辞めるからといって周囲にいる人と問題を起こすとか、あの備品を盗むとか、それはいけませんよっていう意味もあります。これは日本人の道徳心っていうのかな、美意識っていうんでしょうね、そういう感覚を表しています。日本では先生とか親が子供に何かを指導するときにことわざを使って説明する場合があります。なので大抵の日本人の考え方は古い日本のことわざが無意識に影響しています。これ間違いない事実です。今話した3つ以外でよく聞くことわざは、石の上にも3年。これは辛いことでも我慢して続ければいつかは成功するという意味です。例えば子供が通訳になりたいって言って外国語の勉強始めたのに1ヶ月で辞めた時に、親が石の上にも3年大変でも我慢は必要でしょ、そんな感じで言います。はい、それじゃあこれで最後、今日最後のことわざは、芸は身を助ける。これは何か一つでも優れたものを持っていれば、生活に困った時にそれがあなたを助けるという意味です。これは日本語を勉強している人のモチベーションが上がることわざだと思います。母国語以外の言語能力があれば、生活に困った時それがあなたを助けるかもしれません。語学は人生を助けるものと信じて頑張りましょう。日本だけじゃなくても、もちろんどの国にもことわざはあります。そのことわざは国民性を表しています。日本人の考え方の基礎となることわざを知ると日本人を理解しやすいです。それじゃあ今日の動画はここで終わりです。さよなら。